はい、こんにちは、ペース。よろしくお願いいたします。今日の動画は、ベスト9&タイトルホルダー第3弾、最強ランキング。やっていきたいと思います。はい、先日からですね、開催されているベスト9&タイトルホルダー第3弾なんですが、まあ確かにですね、1弾、2弾と比べると、アーティストなどの選手がいなく、まあ少しね、渋め、少し純正向けのラインナップかなとは思うんですが、まあ3弾はですね、1弾、2弾と比べて、能力変更がね、能力強化があった選手が多かったということで、まあ今回はですね、第3弾の選手のゲーム的な強さを、1位から12位まで最強ランキングで発表していきたいかなと思いますので、まあぜひですね、ガチャ、累計で当たった選手の強さが気になるよという方や、まあこれから累計をやろうと思っている方はですね、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったためになったなと思った方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。はい、では早速ですね、ベスト9&タイトルホルダー第3弾最強ランキングやっていきたいかと思うんですが、その前にですね、当チャンネルの選手評価基準紹介しておこうかなと思います。当チャンネルはですね、リーグリアタイ別にその選手のゲーム的な強さを SS から C の5段階評価で評価し、リーグリアタイ両面から見た総合的な強さを10点満点で評価しております。で、さらにそれに付け加えて、付けたい称号や純正目線ではその選手はどのぐらいの強さなのかというところや、まあ過去シリーズから継承するべきなのかというところまで徹底評価していますので、まあ、ぜひ累計で当たった選手などの参考にしていただければなと思います。はい、ではまず12位は殿崎選手ですね。はい、殿崎選手リーグ評価 A、 リアタイ評価 B、 総合評価5点とさせていただきました。はい、殿崎選手ね、かなり弱体化してしまっていて、リーグではですね、完全総力型で、まあ、少しねコンボには絡みづらい選手となっております。まあ、ですが今シリーズはですね、セカンドの補強が難しいというところもありますので、まあ、セカンドの中ではですね、まあ、3ステータスのステータスは高い方になってますので、まあ、A 評価にさせていただきました。で、まあ、リアタイ面がね、まあ、かなり弱体化しまして、まあ、もともと高弾道だったものが中弾道で、超広角打法、特殊能力が超広角打法だったところが、超流し打ちになったということで、まあ、守備適性はね、相変わらずセカンド B79 あるので、まあ、特殊を行うと、ね、守備 A に持っていくことはできるんですが、まあ、過去シリーズ、超広角、高弾道で超広角だったものからの継承は絶対に NG なのかなと思っております。で、続いて第11位、長岡選手ですね。リーグ評価 A、リアタイ評価 B、総合評価5点とさせていただきます。はい、リーグ面ではですね、パワープラス3をすることができると、パワー総力の同値を組むことができ、まあ、パワー総力のね、同値を組むことができると、スピリッツ4200のショートとしては、まあ、結構ですね、需要があるのかなと思っております。で、リアタイ面はですね、まあ、このシリーズのものから守備適性がね、かなり上がって、かなり使いやすくはなったんですが、まあ、弾道がね、中弾道ということで、まあ、純正向けの選手になっているのかなと思っております。で、まあ、純正目線の話をしますと、まあ、ショートで言うとね、まあ、ヤクルト純正で言うと、池山さん、ブンブン丸池山さんがいるかと思いますので、まあ、池山さんを持ってない方にとってはね、この長岡選手、まあ、リアタイ面でもかなり純正としておすすめな選手かなと思っております。続いて第10位、水上投手を挙げさせていただきます。はい、リーグ評価 A、リアタイ評価 B、総合評価5点とさせていただきました。はい、水上投手ですね、リーグ面で言うとですね、完全9位型で9位プラス2以上することができると、9位 A に乗せることができますので、まあ、リーグで使う際はですね、9位プラス2以上の称号は決めたいところかなと思っております。で、リアタイ面はですね、球種に高速スライダー、カットボール持ってまして、まあ、この組み合わせはね、かなり強いかなとも思うんですが、まあ、やはりね、リアタイ面では、まあ、12球団向けというよりは、純正のワンポイントリリーフ、まあ、初見殺しなどに使えてくる選手かなと思いますので、まあ、リアタイ的な強化はですね、今後に期待なところかなと思っております。で、続いて第9位、中村晃選手を挙げさせていただきます。リーグ評価 A、リアタイ評価 A、総合評価6点とさせていただきました。はい、中村晃選手、まずリーグではですね、星3の飛ばし屋をつけることができると、ミートパワー総力のね、70B での全同値を組むことができるので、まあ、その称号が決まればね、リーグ評価 S、SS ぐらいまで上がってくるのかなと思っております。で、リアタイ面でもですね、まあ、かなり純正の方にはおすすめの選手になってまして、まあ、弾道こそね、中弾道なんですが、ファーストの守備適性が69の C ということで、特殊を行うと B まで持っていくことができ、さらにね、守備積極、で、さらに広角打法を持っているということで、まあ、ソフトバンク純正の方にとってはね、まあ、かなり中村晃さんおすすめなのかなと思っております。まあ、ですがリアタイ面だけを言うとね、まあ、過去シリーズのものでラインドライブのものがありますので、まあ、個人的にはね、やはり中弾道よりラインドライブの方が強いかなと思いますので、まあ、ラインドライブ信者の方はですね、まあ、継承 NG なのかなと思っております。で、続いて第8位、辰巳選手を挙げさせていただきます。リーグ評価 B、 リアタイ評価 S、 総合評価6点とさせていただきました。
はい、辰巳選手ね、まあリーグでは完全総力型総力 A ということで、まあ少しコンボに絡みづらいので、まあリーグはね、純正向きの選手なのかなと思っております。で、リア対面はですね、弾道ラインドライブ。で、さらにですね、守備適性センター B で守備積極。で、さらに特殊能力がですね、弱点のミートを補填してくれる選球眼界流し打ち。思ってますので、まあリア対的にはですね、純正の方には超必須級の選手になっているのかなと思っております。で、続いて第7位、ヤクルトの中村選手を挙げさせていただきます。リーグ評価 S、リア対評価 B、総合評価6点とさせていただきました。はい、中村選手、リーグ目線で言うとですね、ミートプラス3の称号を決めることができると、ミート A に乗せることができるので、今現時点、スピリッツ、最大スピリッツ4200の保守の中でミート A ができる選手はね、まあ、中村選手しかいないという、ということで、まあ、そういった面、まあ、スピちゃんの最強決定戦の上位を目指す方にとっては、まあ、本当に必須級の選手になっているんじゃないかなと思っております。まあ、ですが、まあ、リア対面はですね、弾道中弾道で、まあ、ミートはね、可能なんですが、まあ、リア対ではね、まあ、完全純正向けの選手になっているのかなと思っております。で、まあ、ヤクルト純正のキャッチャーで言うとね、やはりね、OB の古田さんが上がってくるかなと思いますので、まあ、今シリーズね、まだ古田さんは登場してないんですが、まあ、例年の傾向を見るとね、まあ、今年も登場する可能性高いんじゃないかなと思ってますので、まあリア対勢のヤクルト純正の方にとってはまあ古田さん次第と言ってもいいのかなと思っております。では続いて第6位菊池選手を挙げさせていただきます。リーグ評価 S、リア対評価 A、総合評価7点とさせていただきました。はい、菊池選手はですね、称号で星3の怪力無双をつけることができると、ミートパワー総力の76での全動値を組むことができるので、まあ、決まればね本当にリーグ評価 SS と言ってもいいんじゃないかなと思っております。でリア対面は相変わらず守備はね、まあ、裏捨て守備の安定感は現役ナンバーワンというか、まあ、プロスピナンバーワンの選手になっているんですが、まあ、守備だけのことを考えるとですね、以前菊池さんはですね、 TS で守備 S に守備適性 S に乗せることができる菊池さんが登場してますので、まあ、その菊池さんや、まあ、以前ね広角打法を持っていた菊池さんも登場してますので、まあ、広角持ちの菊池さんや守備 S の菊池さんからの継承は NG なのかなと思っております。で、続いて第5位、大勢投手ですね。リーグ評価 S、リア対評価 A、総合評価7点とさせていただきました。はい、大勢投手、リーグ面ではですね、デフォルト球威 A の完全球威型、プラスですね、B 球以上の球種を2つ持っているということで、まあ、リーグ面ではね、かなり使いやすい選手かなと思っております。で、リア対面ではですね、このストレート、球威 A 159キロのストレートが、まあ、まっすぐシュートのような、まあ、ちょっと動くストレートになってまして、まあ、そのストレート、プラスフォークの組み合わせで、まあ、その組み合わせ自体は強いんですが、まあやはりね、現環境強いと言われているツーシームファストなどを持っていないということもありますので、まあリア対はね、まあ純正向けの選手になっているのかなと思っております。まあですが、これからのさらなる能力アップにかなり期待ができる投手になっているかなと思いますので、まあ大勢投手はね、今後にかなり期待かなと思っております。で、続いて第4位、島内選手を挙げさせていただきます。リーグ評価 SS、リア対評価 A、総合評価8点とさせていただきました。はい、島内選手はね、まあこのベストナイン版でかなり強化されまして、デフォルトからのミートパワー78での同値で登場したということで、星4の脅威のスラッガーをつけることができると、ミートパワー A の80での同値を組むことができるので、まあその称号決まればですね、本当にリーグ最強クラスの選手になっているかなと思っております。で、リア対面なんですが、まあリア対目線で言うとですね、弾道高弾道で、まあステータスも高く、まあ守備適性も安定し、守備積極ということで、まあかなり使いやすい選手になっているんですが、まあ特殊能力にね、プルヒッターを持ってしまっているということで、まあリア対で使う際はですね、このプルヒッターはつけない方がいいのかなと思っております。で、続いて第3位、近本選手ですね。リーグ評価 S、リア対評価 S、総合評価8点とさせていただきました。はい、リーグではですね、ミートプラス3をすることができると、ミート総力の同値を組むことができるので、まあリーグで使う際は、まあ少なくともミート型にはしたいところかなと思っております。で、リア対面はですね、まあ弾道こそ中弾道なんですが、まあ高いステータス、さらにですね、守備適性デフォルト A の81でさらに特殊能力にアベレージヒッターとチャンスを持っているということで、まあ本当にですね、弾道が中弾道じゃなければ、まあ高弾道やラインドライブならもっと評価が高くなる選手になっていたのかなと思いますので、まあ今現時点でもですね、まあ純正では必須級ぐらいの強さあるかなと思うんですが、まあ、やはりね、中弾道ということで12球団目線で考えるとね、まあアーチストやラインドライブの選手などには劣ってしまうのかなと思っております。では続いて第2位、戸郷投手を挙げさせていただきます。
リーグ評価 SS、リアタイ評価 S、総合評価9点とさせていただきました。はい、戸郷投手はですね、星3の本格派か星2の圧倒的球威をつけることができると、球威スタミナ80での A 同値を組むことができ、で、さらにですね、B 級以上の球種を3つ持っているということで、まあ、称号決まった際はですね、本当にリーグ最強クラスの投手になっているのかなと思っております。で、リアタイ面なんですが、まあ、ツーシーム E、プラス大きいフォーク、縦スライダーを持っているということで、まあ、純正にはね、本当に必須級の選手になっているのかなと思っております。で、準球団目線で考えてもですね、限界突破突5まで行うことができると、中継ぎもね投げることできるので、まあ、中継ぎとしてはですね、準球団オーダーにも入ってくるような選手なのかなと思っております。では最後、第1位はロドリゲス選手ですね。リーグ評価 S、 リアタイ評価 SS、 総合評価9点とさせていただきました。はい、ロドリゲス選手ね、今回めちゃめちゃ強化されてまして、リーグ面で言うとデフォルト球威 A の完全球威型で、さらにB 級以上の球種を2つ持っているということで、まあ、かなりね使いやすい選手になっているかなと思っております。で、まあ、一番強化された部分がリアタイ目線ですね。球種こそ変わってはいないんですが、まあ、特殊能力にねタイピンチがついたということで、まあ、タイピンチ発動時にはですね、ムービング A プラスナックルカーブの変化量、スライダーの変化量が6になり、スプリットの変化量も4になるということで、まあ、そもそもねタイピンチがない時でもムービングプラスナックルカーブの組み合わせが強く、まあ、リアタイでもねちらほら見ていた投手になっているんですが、まあ、プラスねタイピンチがついたことにより、まあ、よりリアタイで最強格の投手になったのかなと思っております。ということで、ベスト9&タイトルホルダー第3弾最強ランキングは以上にしたいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ベスト9&タイトルホルダー第3弾の選手のですね、リーグリアタイ両面から見た最強ランキングやっていったんですが、まあ、第3弾の選手はね、まあ、結構渋めと言われていた選手多かったんですが、まあね、少しリアタイ目線で言うと、まあ、少し1段2段に比べると渋めなのかなと思うんですが、まあ、純正やですね、リーグ目線で見ると、まあ、結構当たりの選手も多いのかなと思いましたので、まあ、1段2段に比べてね、まあ、ガチャを回す方は少ないかとは思うんですが、まあ、しっかりですね、プロスピパークの累計の S ランク契約書までは必ずね回収した方がいいのかなと改めて思いました。で、あくまでね、まあ、今回のランキング付けは個人的なランキング付けになってますので、まあ、皆さんのですね、まあ、強さランキングなどもコメントで教えていただけると嬉しく思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、少しでも面白かったためになったなと思った方はですね、チャンネル登録高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。